ふみちゃんです。けんちゃんです。りえちゃんです。りくちゃんです。けいちゃんです。僕たちの遊び場、今回は 2.5 次元裁判鳥越オンパレードです。よっしゃ、行くぞ。いやいや、待ってください。あるかな、あるかなっていうか持つかな。はぁ、あれ、俺はね、もう翔平に対しては言いたいことが山ほどありますよ。なんで、これはガチだと思う。いやー、これはね、長いから4本立てです。あれ、4本立てなの。ポンポンポンと言っちゃいましょう。ポンポンポンとはいけねえぞ。事件名、先輩を振り回しすぎ事件。あら、あれ、はい、これはね、結構いろんなところで言ってるんですけども、まあ、翔平ってね、いろいろ先輩にこう可愛がられるタイプの人間なんですけども、まあ、共演させてもらって、すごいいい関係性のライバル役みたいな役やった時に、すごいわー来てくれて、鳥さん飯行きましょうよ、ほんまかーね、俺飯行くの好きやから分かってますよ。で、ご飯誘います。こここと、どうや、うん、行けるか、あ、すいません、その日ダメです。あ、そっか、あ、じゃあ次、また俺聞いてみてやるわ、この日どうや、あ、その日すいません、ダメです。あ、そうか。あ、分かった。あ、大丈夫な。じゃあもう一回、あ、この日で、あ、すいません、ダメです。あ、そうか。あ、じゃあもう一回ぐらい、まあ頑張ってみよう。俺も結構頑張ってるよ、先輩だ。優しい。まあ3回断られてるからね。で、4回目は、どうやっつったら、あ、その日行きます。おお、ほんまか。あ、じゃあここ、ここ予約して、ここ行こっか。うん、じゃあその日お願いします。当日。すいません、その日、無理になっちゃいました。当日ドタケ。うわぁ、こいつもう二度とコアに呼ばねえ。先輩ってこんな断られると思って。嫌いじゃんそれ。いや、俺多分これその時結構反省した。これ嫌われて無理やり言ってんのかな、思いぐらいになりますよね、うん、だって別に断った側からこの日どうですかって誘うのが常識じゃないですか。そうよな、うん、あ、あれそれなんだ。よし、じゃあちょっと行くで。お、反撃。そうですよ。まあもちろんそれは申し訳ないと思っております、はい、本当に申し訳ないと思っております。ですが、まずこの話ですね、前の遊び場のゲストさんのトークの流れで話してったんですよね、この話。そう、シンくんが誰かと。そう、あ、シンくんかな、話してましたし、毎現場必ず誰かにこれ言うんです。むしろもうこのトークをしめしめと思って鉄板トークにしてるんですよ、この人。話し慣れてる感が。確かにな、絶対翔平くんが悪いと思ってたけど、はい、確かにこの話俺3回は聞いてるから。でもそんぐらい、まあ、溜まってるって溜まってるんです。だいたい当日届けあって気分的に、あ、今日だりなっていう時じゃん。いや、なんかあったんだよ、でもほら。覚えてない。あの、そ、これ長谷川さんにも相談したけど、そんなの。あ、お前嫌われてんだよ。あ、じゃあこの間ちょっと一瞬話ずれますけど、猫占いっていうのがあって、でそれぞれのあなたはこの猫でこんな性格してますよっていうのがあって、これ調べてトリ君も調べたの。俺とトリ君の猫一番相性悪いの。悪かった、こんだけやりとりしとって。相性悪いな、行きたくないな、話しにくいなみたいなのも入ってたっていう。そうで、まだまだ全然あるんですよ、まだあるんですよ。橋本翔平、太鼓持ちすぎやろ先輩に。あ、はい、お、いや、橋本翔平、え、誰か、あ、誰かに言うて、もうすごいボケてくれたりする。先輩としては後輩こんだけ来てくれ、もう優しいな、なんかすごい構ってくれるんやな思ったら、いろんな現場、いろんな先輩に、へい兄貴、へい兄貴言ってる。出ますね、これは見たことあります。何回かもう捕まえて、おお、お前それ俺にやってたやつ、お前よその兄貴に何してんねん。あなたもよその兄貴ですから。もうどうやったらそんなね、へい兄貴、へい兄貴できんねん思って。いやいや、僕はいろんな兄貴の首輪を持ってるんですよ。トリ君の時はよし、トリ君だってガチャンでしょ。へい兄貴って。でもたまにさ、同じ輪にいる時に俺の前で帰るよ。へい兄貴、へい兄貴。リアル本命兄貴誰だ。あ、それは聞いとこう。うわー、いや、もうそんな鳥越さんに決まってるじゃないですか。一緒ついていきます、最近。これです。これをいろんなところでやります。最高だ、うん、まだまだありますよ。橋本翔平、異能力2人だけあるんですよ。異能力2人だけ。何ですか翔平って。ね、すごいこう犬みたいですよ。ウェベベー来て、で、なんか翔平ってすごいボケてくれるんですよ。まあまあ大声でボケて、で、俺がうわーって突っ込む。だいたい周りにいっぱい人いる。この空間でも普通に翔平と、あ、なんとか、なんやってんねん言うたら、周り見たら何も俺らのこと見てる。怖い。2人だけでいつも笑ってるの。一人で低いやつね。普通のこの声でやってんの。ここにとってね。あ、見ますよね、今日。見るやろ、うん、誰も見てんの。いつものノリすぎてってことですか。違う、他のいろんな現場に行っても誰も見えへん、誰一人も。よく言うのが、お前また異能力使ったんだよ。すぐ2人だけの空間に。あれ不思議ですよね、でもね。それはじゃあつまんないとかじゃなくて、もう翔平くんの空気の持ってき方がってこと。そう、俺もまあまあ周りを巻き込む力持ってるかなと思ってやるけど、こいつ異能力ですぐ2人だけです。シュッ
いやでもまだまだありますから。まだ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 あります。足元翔平マウント取れる思うな事件あるんですよ。前の舞台やってて、その長谷川さん来てくださって、いろいろこう言うてくれるわけですよ。あどれよ、めっちゃいじられて、まあいじられるの好きやから、あそんなチャンスや言うたら、何を思ったか橋本翔平がそのレールに乗っかってきた時に、おいお前ええ加減せよって潰す。なんかすぐね、隙見たら俺をマウント取ろうって言ってた。どう思うこれ。いやあのやっぱさ、マウント取れないじゃん。それは取れない、ね、言葉も上手いし、だからこの機に流れ変えてやろうと思って今までのな、関係性のなよいしょ、乗っていや、ドリ君、いやそうじゃないですかって言ったら力でねじ伏せないおい、これお前まだ早いすぐ押さえる、だから甘くないぞというね。そうまだまだあるんですよ、ラストまだ橋本翔平急に天然出すなえあれ翔平って考えがちとかそんな天然ボケあんまなさそうな感じ、いやないなんかね、まあ普通に2人で会話してたり、いやトリックのこれ西新宿って何区ですかって聞いてこのテンションもう言ってるで、もう新宿区や、俺はあれはドギモ抜かれたで。いやこれ天然なんすかね、もしかしたら渋谷区かもしれないし、西新宿変えとんねん天然ですよ、天然かな。いやでもラストこれ橋本翔平あの先輩甘えすぎ事件大声スタジオあるんがなんかすごいボソボソする時ある。ここどうしたらいいんやろ、ここでこれちょっとどうなんやろ、ここを普通にこう言ってここ使わせてもらったら言ったら、僕はあんまりそうできないですよ分かった、じゃあ来い来いや、おいでおいでおいで、ここ制作さんにこここうなんですけどここ使わせてもらってもいいですか、あーすいませんごめんなーって言ったら、おありがとうございます急に急にひどない、そういう時に先輩をうまく使ってんだ、そうほらもうこれで以上です裁判所結構あったよ、仲良かったの好きですねあとりちゃんめちゃくちゃ可愛がってあらあらなんか今日ちゃうよ俺に対してが僕も後輩気質って言われるんで、うん、分かるんですめっちゃ、うん、翔平君の気持ちが、はい、僕が先輩やったら翔平君可愛いなって思うし、うん、だからとりさんへのちゃんと感謝なのガチでちょっと本当の気持ちでいいですよ、はい、そうだね、けどトリさんをちょっと喜ばせてあげたい、たまには喜ばして、わかりました、はい、目を見てで、次外れるから、はい、2人鳥越ゆうきさん、いつも本当にありがとうございます。僕が現場で悩んだ時とかちょっとどうしたらいいんだろうって思う時とか、何かと相談するのは鳥越さんなんですよ。俺はマジで鳥越くんを尊敬してますし、さっきはねネタで鳥越街道まっしぐらやと言ってましたけど、俺はそれでいいと、それがいい、そうなりたいと思ってるんですよ。なかなかねその目標にしたいという役者さんっていっぱいいますけど、鳥越くんあなたが一番です。ありがとう。てめえや真面目なことやってるのにお前はバルーンをキュッ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 言ってて、いや異能力だな、え、ほんま、え、気づかなかったあいつらやっとんぞ。いやでも素敵な、はい、素敵、すいません、真面目でした。ケンスケ君ってお前まとめとけよお前いやいや、ただね、僕はちょっと真剣に見ちゃったんですけど、こいつら二人で頭何つけてんだろうって